古板とは、江戸時代に流通した金貨の一種である。金座で用いられた、公式な古称は古板であり、三家随では、古板と明記されているが、金銀図録及び、大日本貨幣史などの古銭書には、古板金という名称で収録されており、貨幣収集会では、古板金の名称が広く用いられている。当時の文書には単に金と記されていることが多く、金百両などと表記された。 係数貨幣であるが両目及び金品位が一定に定められており、金含有量が額面を決める表量貨幣の発展形である。形状小判形状は小判型と呼ばれる楕円型で表面には全体的に内目が掘られ、上下に大疑惑に囲まれた53切り、中央上部に一下部に密字の刻印が打たれている。楕円形、内目、黄金色が米俵の形状。 表面、色彩に由来するとの説が唱えられているが、反論も多くあり、内部まで金であることを証明するため打ち伸ばした、昼も木にや、譲り破金の形状に起源を持つとか、打ち目も内部まで金であることを示すために刻まれたものであるとか、あるいは金地金を打ち伸ばすときに土や高ネによって、不可否的につく打ち目であるなどの説もかつては支持された。一般的に小判は、 金貨とされ純金のように見えるものが多いが、実際は金銀合金である。外見上、金色に見えるのは色揚げと称して、表面の銀を薬品とともに加熱して塩化銀として取り去る処理を施した結果である。江戸幕府を開くに先立ち、徳川家康は大番より小型のものとし、牧を国印に改め一般流通を想定した通貨を発行する構想を持っており、慶長六年に、 徳川家康が後藤家に命じて鋳造させた、慶長小判を講師とし、万円元年発行の万円小判まで10種が発行された。全国通用を前提とするものであるが、金山が主に、日立、会、伊豆及び、佐渡などに位置し、金貨の一般通用は家康により、新たに取り入れられた政策であったため主に、関東地方を中心に流通した。額面は、金一両。 これは、本来、質量単位としての一両の目方の先という意味であったが、鎌倉時代には、金一両は5問目、銀一両は4.3問目と変化し、文明16年、室町幕府により、桂木金一両は4.5問目と肯定され、それ以外のものは田舎目とされた。安土桃山時代には四新法の通貨単位の便宜を図るためか、 形目金一両は四問目四分と変化し、田舎目金一両は四問目前後となった。形長小判はこの形目一両の原則に沿っていたが、実際の形長小判の両目は、金52.2問目くらいであるから金44問目に、銀8.2問目を足して52.2問目となり、 金座の中造手数料4.4問目を差し引くと47.8問目となり吹き減り0.2問目を差し引けば10両分の両目が47.6問目になるとされた。あるいは大盤が44問目2分でありこれが8両2分で取引されているから44問目2分を8.5で割れると10両あたり52問目となるので。 金52問目くらいとし、大盤の重さの1割の鋳造手数量4問目2分2輪を差し引くと47問目5分8輪となる。これに、大盤の入り目2分に順次2分を足せば重量の、両目は47問目6分となるとする説もある。このように名目上の1両の金陛下は金4.4問目で、あるが、形状小盤でさえ、実際の眼竜金量は点零問目強と、 金平下をやや下回っている。一両は日常生活では大変高額なものであり、例えば、軽長小判一両であれば、米三から四国を入手する、購買力を持っており、財布に入れて使用するような性質のものではなく、庶民には遠藤医存在であった。また、小判も、長銀と同様に、包み風して百両方、五十両方あるいは二十五両方など、包み金として、 高額取引や献上、贈答用として用いられ、流通過程でもあえて開封されることは、ほとんどなかった。特に金座の五刀法が権威あるものとして、両替商らが、為替金などを幕府に納入する際は、五刀法であることが要求された。包み封せず裸のまま献上、贈答用として使用できたのは大板のみであった。後世に、金銀三出の衰退。 幕府の支出拡大による慢性的な財政難の補填のため、衝徳、強法期を除き、時代ごとに主に出目の習得を目的とした、金位、両目共に改悪されることが多かった。この吹き替えは、寛永年間頃からの急速な金の産出の衰退、長年の流通による小判の節損中国などとの貿易取引による多量の金の流出、 幕府の出費の増大による財政の逼迫などが理由に挙げられる。また、幕末には日本国外での金銀比化が日本国内と大きく異なったため、これを是正するため極端に小型の万円小判に改中され、インフレーションを引き起こした。さらに万円小判でさえ製造は少量に止まり、実際に多量に発行され、市場を凌駕したのはより品位の低い万円二分版であった。 常実のように、小判の品位は、四十四問目くらい法をあるいは、詐銀加算法とされる四十四問目の金に、詐銀を加えた両目で表され、例えばその合金の両目が五十二問目二分ならば、五十二問目二分位とされ、金品位は四四十五十二点二イコール八百四十二点九千であった。江戸時代には、小判同様の係数貨幣の金貨として、品位が同等で、 両目が正確に、小判の一四に作られた一分半金がある。この小判及び文金の通過単位は、武田信玄による両国貨幣である、公衆金の四新法を取り入れたものであった。一分半は、小判の小学貨幣として、常に小判と同品くらい、四分の一の両目でもって、本位貨幣的に発行されていた。一方、文政年間頃から登場した一手版、二手版、 および二分半などの貨幣は、金位すなわちが暗有される金の両目が、小判に対して額面より少なく補助貨幣的な名目貨幣として発行された。これらも、幕府の財政の埋め合わせを目的としたデメを狙ったものであり、幕末にはこれらの定位貨幣が、小判の流通額を量駕するようになっていた。小判、一分番、および、定位金貨、定位銀貨の流通行、編集大判。 編集小判に対し、大判も江戸時代を通して発行されていたが、大判は一般通貨ではなく、温床、贈答用のもので、金一枚という基準で作られ、係数貨幣としてではなく、品位と両目及び需要をもとに、大判相場によって取引されたに相当するものと言える。また、天保年間に、大判と小判の中間的な貨幣として五両判が発行されたが、 金含有量の劣る低貨幣でありほとんど流通しなかった。なお、明治以降進化条例が施行され、一両は一円と、等価とされ、古金銀及び、金貨単位の銀貨は、それぞれの岩有金銀量に基づいて定められた、交換比率で進化幣と交換された。三菱 UFJ 銀行貨幣資料館、貨幣博物館及び、造幣博物館には小判が体系的に展示されている。 括弧内は、発光年、両目、金眼有率。括弧内は、発光年、発光校、両目、金眼有率。発光校は1分半との合計で、原独小判の場合は2種番も含む、軽調小判、原独小判、法営小判、聖徳小判、教法小判、原文小判、文生小判、天保小判、安政小判、蔓延小判、いずれもレプリカ。 江戸時代の金証古定義銀貨には一分銀、二主銀、一主銀があるが、幕府の発行した貨幣として一両の額面を持つ金、証古定義銀貨は存在しない。ただ、地方貨幣では、一両の額面を持つ、または一両通用を想定した銀貨として、秋田八門目封銀、秋田九門目二分銀板、森岡八門目銀板、合図一両銀半などが挙げられる。大法律令では、 金銀の両目は書。時代劇でも、増収賄のシーンでよく見られる様名目価値が、実質価値より劣る定位金貨や、定位銀貨も小判に対する補助貨幣と規定されていたわけではなく、法定通貨として、通用制限額が設定されているわけでもなかった。名目上の額面の総額は増加しても、実質上の純金総使用量は、左ほど増加していない。実際には吹き減り。 摩耗を考慮して2分の入り目が足され、44問目2分が、大番の規定量目である。50問目7分位など、金座関係文書の記録に基づく品位であり、分析品位ではない。ありがとうございます。